うぞ。はい、今日は二部会でーす。二部会でーす。今日は、いや、前回、前々回に出て、まあご反響いただいたということらしいんで、なんからしいね。あ、まあ多分ね、彼がうちのこの人この人がまたサボってるからね。またサボってるからね。それでちょっとね、はい、私たちが現れて、で今日なんで私がマスクをしてるかというと、ちょっと一身上の都合でマスクをさせていただきますということで、顎怪我したの。うん、ちょっとね。伸びちゃったんですか。マスクしてるとね、5割増しでかっこいいっていうのがね、やっぱあるからね。そこね、大事だ。5割増しでかっこいいっていうのがやっぱ一番大事かなと思いまして、はい。じゃあ俺もマスクする。あ、そう、お誕生日おめでとうございます。あ、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、今日私、11月24日、私、25歳になりました。イエーイ、25歳になりました。ふけた、はい、そうですね。ロリさん、25歳になりました。これでやっと犯罪への道が、またどんどん広がってくるし、ね、幅が、キャパシティがね、幅が広がってくるね。うん、ね、ほら、アイキバンタンみたいって言われてる。バンタン似せてってよ。大事、これ大事。ラガンピース。はいはい。これ俺柿の種持つだけなんだ。柿の種持つだけなんだ。みんな俺ちゃんとこうやってやってるじゃないですか。うん、で、あやさん柿の種じゃないですか。メイさん一人だけ違うもんね。うん、もはや何これ。これってつぼみ。つぼみだからね。つぼみ、うん、柿の種、うん、そうなんですよ。はい、まあこれで犯罪へのね、犯罪への振り幅が広くなったわけで、また、うん、これでもっと捕まりやすくなるんじゃないかなっていうのは、やっぱ自分自身で考えておるんですけどね。はい、そんなかんなで、はい、やっぱ7歳がベストってね、何言ってんだろうね、本当にね。もうちょっと若い方がね。ああ、いや、おかしいな。ああ、違う、うんって言っちゃったじゃねえか。2歳で、うんって言っちゃったじゃねえか。裏話ですね。ああ、裏すぎるわ。まあね、今回ね、裏話といえばね、ちょっとびっくりしたのがね、今日、まあ、2部営業してたわけですよ。でね、まあ普通に俺出勤してきて、なんだろうなと思ったの。いや、なんだろうなと思って、いきなり裏こうやって俺アイロンウィーってやってたら、あーさーんとかで大きい声聞こえて、なんだろうなと思って呼び出しされて、でさ、開けたらお店が真っ暗で、お店が真っ暗になって、なんだろうなと思ったら、この2人がですよ、なんとケーキを用意してくれてたんですよ。ケーキを、しかもちゃんとしたやつ、俺の何、写真入りの、そう、写真入りのやつ、ハッピーバースデー言ってくれて、もう感動したよねっていう裏話。裏話やね。いや、もうすごい、感動したね。うん、おめでとうございます。ありがとうございます、本当にね。はい、っていう、そんなこんなで、ちょっとした告知、じゃあ今のうちにしといた方がいいのかな。じゃあ最後にも多分告知すると思うんだけど、まあ今日24日リアルバースデーとしてね、終わったんだけども、うん、終わってない、まだ1日まだ終わってない、まだ終わってないけど、早いよ、まだ終わってない。一応バースデーイベントは28日土曜日にやりまーす。一部の時間でやりまーす。
はい、その日ちょっと K-POP のライブあるんで僕休みます。ぶっ飛ばすぞぶっ飛ばすぞ。自分 EXILE のライブがあるんで、うん、お前 EXILE の、 ライブがあるの。行くの、出るの、出るの、出るの。バックダンサーのバックダンサー。バックダンサーのバックダンサー。はい、バスイベントやります。もうね、やりましょう。一部の時間帯でバスイベントやります。で、僕らも多分2部メンバーは僕らも、一応一部に出勤します。します。うわ、しましょう、しましょう、しましょう。その勢いで2部やるかどうかは俺の元気次第。やります。やるの？俺の元気次第じゃない、マジで。いやそこは、いや、それはあやさん、うん、もう元気だから。まあ、あの、なれず1部、2部、両メンバー全員、まずもうね、うん、あの、盛りだくさんな状態で、もういっぱい、あの、勢いで2部やるっていうのはある、うん、ある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 、勢いでしょ。勢いで2部やったら、ただの、うん、パリピのお兄ちゃんだから。いや、もうやっちゃう、やっちゃう、やっちゃうかな。はい、何着るのかはお楽しみです。着てからの、うん、お楽しみです。お楽しみでございます。お楽しみですね。いや、もうパリピでやっていこうかなって、はい、思ってます。タキシードは着ないね。タキシードパネル、何着ようかなって考えてはいるけど、あーまあちょっとふんどし、なんだろうね、ふんどしです。お前な、ふんどしな。じゃあ、じゃあ俺分かって、お前キムチな。俺キムチ着てやる。あのレディーガガが生肉着たように。キムチ貼り付けて俺くっせえ、くっさい俺着いたら。お前もういるだけで分かるからな。もうくさみたいな、店入ってパクソ、うわ、くさ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 みたいな。この辺全部あの普通の白菜キムチなの。ここだけキュウリでしょ、うん、おいキムチだね。韓国のりかキムチか選んでて、それかサムギョプサルを。熱いな。サンチュはちょっと面白くないな。サンチュはちょっと面白くない。どっちかっていうと、そうだね、納豆。俺大嫌いなんだけど納豆。あ、ここ裏話、俺納豆食えない。俺もね、だって飯3人で行ったもんね、納豆食えないもんね。朝定食行って、マジ納豆だけは本気で無理だね。死んじゃう、俺も泣いちゃう。やっぱ匂いがダメなんですか、本当に。食ったことない。そう、匂い、やっぱほら、うんこさんの匂いがするっていうか、うんこさん、うんこさんの匂いするんですか。うんこさんやね。うんこさんの匂い。そんなことはない。そこら辺にさ、はい、転がってるやつと一緒や。マジですか。え、それうんこさんの自分の普通食ってるんですか。あやさんイメージでは。俺はだからお前、そうだから、みんなそのね、みんな見てるリスナーさんともにそう思うねんけど、やっぱそれはやっぱみんなうんこ食ってるみたいな感じだよ。俺からするとネバネバうんこ食ってるみたいな。そう、発酵食品であんなん健康にいいって言うけど、じゃあ健康はあれだけで固まってるわけじゃない。他でも取れるから。タンパク質がね。そう、高タンパク。そう、高タンパク。俺ら別にタンパク質いっぱい作れるからいいじゃん。またそれとは違う。あ、本当？健康なんて違う。それとは違うのか。だってアイキュー今日ね、調べてね、納豆のあれで。俺は何が好きかって。俺は好きなのはもう皆さん知ってる。幼女ってめちゃくちゃ書き込むやんけ、もうめちゃくちゃ書き込んでくるやんけ、もう無毛地帯、無毛地帯。俺無毛地帯に突っ込むのが好き。うん、突っ込む、うん、突っ込む、突っ込んで、あの、ゴー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 っつって言うシャッシャッフラグルグレレードとか言って、ゴー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 っつって。何の話っすか。はい、あの、そうの話みたいな。女の子食べ、あ、でもね、本当に普通にね、食べ物はね、俺和食が好き。ものすごく和食。あやさん結構あれですもんね、がっつりとした脂っこいとか、なんか、ものとかじゃないですもん。そうだね、さっぱり、うん、あっさりさっぱり、うん、塩分控えめのね。じゃあ、お前らと食生活合わせてると、マジ具合悪くない。え、相当ないっすよ。ほんとしんどい。俺でも、あれですよ、俺本音言うんだったら、韓国料理行くぐらいだったら、普通に定食屋に行きたい。じゃあ、なんで韓国料理は3日連続行きたいっていう。あれはまあ、もうしょうがないです。そういうキャラいらねえわ。いらねえわ、マジで。でもこの後もみんなでまた韓国料理食いに行かねえよ。行かねえよ、ふざけんな。行きません。行きません。行こうよ、行こうよ。行きません。やだ、本当に。本当死んじゃうよね。和食食べたいな。でもうん、和食食べたい。サバ食べたい。サバね、味噌サバ。あ、ね、洋食はね、ちょっと微妙なんだよ俺。やっぱなんか
和食がいい。日本の心、和の心だね。うん、やっぱ普通にお魚食べてお味噌汁飲んで平凡に味付け海苔とかで食べたい。そう、寿司はって聞かれて、寿司もなんかそう、シースーはね、うん、シースーはちょっと、シースーは無理だね。うん、シースーまだ1回も行ったことないですよね、このメンバーで。うん、煮物作って、作ってやるよ。うん、なんで作ってやるよ。料亭連れてって、うん、料亭連れてって、料亭行かねえ。料亭はあれ、あれだから美味しくはないから。だから俺嫌なのあれ、なんとかのムースとか、なんとかの、小出し小出しで出てくるやつら、一つのお皿、長い皿に四角いゼリーのやつとか、なんか一口で食えるようなわけのわからないやつら。違う違う、あれは味の見て楽しむ。日本の料理は見て楽しむものが多いから。なんで食い物食いに来たのに目楽しまなきゃいけない、アホちゃんって思う。それがその四季折々のなんかいろいろあるんですよ。四季折々のね、なるほどね。あれは器と料理の組み合わせ。お前のそのキャラクターでそれ言っちゃダメだから確かに確かにダメです。そんな半な星の帽子かぶってるやつがそれ言っちゃダメだからめちゃくちゃ、こいつが言うならわかるけど、うん、こいつが言っちゃダメだからね。ちょっと元料理人魂に引き合って今のかと大丈夫だし、うん、本当に元料理人の魂がね、うん、そう、お前福祉の心が待ってる。福祉の心が待ってます。人に優しく。何の心、何の心。俺犯罪の心性犯罪の心。ダメ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 性犯罪の心。ダメダメ性犯罪の心。じゃけばみたいな、うん、性犯罪の危ない人いるな、ここに、うん、性犯罪の極み、どうもなるみあやです。やばいやばい、はい、テテテテン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 、はい、ランク下げました。ね、これね、ちょいちょいこれやっていくんだけどね、もしね、某これを、このメロディーを作った会社さんに怒られたら僕は知りませんちょっと音外してもらえる。逆にそこはそうじゃない。テテテテン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 、最後のわけわかんないやつ、うん、やればね、うん、ちょっと音外したらオリジナルですよ、うん、オリジナル。これ韓国精神ね。当てたやったらバッタモン別に韓国今ディスったわけだよ。あ、バッタモンっぽいね。パクリね、うん、そうパカレね、パカレ。ちょっとね、外すっていう、うん、それが一番いい。頑張っていく、ギリギリのところをね。そう生きるメンディーは本当に優しそうっていうのがあった。そう、優しいよ。ちなみにメンディーの面がツラになってるツラつら、つらでいい、つらでいい。よく見て、よく見て、つらっつらでいい、ほんとに。ほんと優しそう。つらんでいい。つらんでいい。つら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 でいい。まだ来てる。なんかドラゴンボールに出てきそう。面で来てる。あ、つらでいいな。つらいわな。つらでいいな。これまたつらでいいなぜ。つらでいいな。うわ、マスク外す、マスク外す。わかんない。つらでいい、面でいい。喉痛い。さあね、というわけなんですけども、そういえばですけど、こういえば、はい、はい、なんでマスクをしてるのかっていうのがまた大事に来たんですけども、てててててて、ご理解いただけたら、ご理解を、ご理解を。で、まあまあ、そう、僕らね、実はですけどもね、はい、ちょいちょいね、ある活動を行っております。福祉の心で。いや、違う優しさね。我ら、ちょっとした活動、ある活動を行ってます。ちょいちょいね、実はバンドしますとかって言わないで、ダダーンみたいな、ウィーバンドメンバー決定みたいな、ファーストシングル、メンディーはツラメンディー。僕ら、あれ、実はですね、渋谷で、渋谷と原宿でフラフラ、日中、歩き回っております。さあ、何をしてるかというと、さあ、かっこよ、いや、違う、ゴミ拾い、ゴミ拾い、なんで店のゴミ拾わねえ、お前店のゴミ拾わねえ人間が、なんでお前外のゴミ拾ってんの。少女探し。いや、違う、少女探ししてない、美少女探し、イケメンを探してるんですね。だからね、ここを見てるね、放送枠を見てるイケメンがいたら、ぜひとも紹介してください。リアトツも可能、リアトツも可能です。僕らはね、見つけたらね、ご飯ぐらいおごってやろう。うん、5万ぐらいは踊ってやろう、うん、俺ら見つけたら。原宿だとでも俺分かんないからな。渋谷だとな、また俺のいたずら心発揮できるから。
料理に関してめんどくさいな。いらない、ね、また頭ずるも食わさせてしません。まずいも食わさない、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 またなんかうまいっすよって言われて、ちょっと後でこれやってきます。チンコロショーチも。あ、イケメンじゃなくてもいいよ、もちろん。やる気があるんだったら誰でもいい。やる気があるんだったら、あ、まあ男のみだけどね、うん、やる気があるんだったら、ね、うん、ステーキ、何ステーキ食う？食べましょうか。大好き、大好き、大好き、ステーキ ね、布団にしたいぐらいだよ。じゃあ後半へ続く。ポーン。世界一幸せにはできないかもしれないけど、俺が一生笑わせるから。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク。イオンインク。経験者大募集。今夜のメンディーもドセクシー。外し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 、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はいはい。はい、ドセクシー入りました。ドセクシーがね、ドセクシーがね、はい、あー面白かったね。面白かった。いや、もうドセクシーだからね。いや、いつもね、あの、あれ服逆だよ、それ服逆だよ、うん。そう、あのね、うちの CM 動画ね、今夜のラブレスはね、ドセクシーっていうのをね、うん、もし今度ね、トモヤさんを指名するときに耳元で囁いてあげてください。そのときに何かサービスがあるかもしれません。はい、何かしてくれる、ドセクシーなものをしてくれるかもしれないんで、皆さんちょっと、何するんだ、耳元でドセクシーって言ってね、でドセクシー、俺ね、CM ね、多分ね、まあどっかしらいつか通るよね。ドセクシーはやらないから、多分ね。ドセクシーって、まあ、誰が考えたかわからないけど、うん、俺的にはすごくいい、すごいいいネタになってるっていうか、うん、キャッシャーでドセクシーって言ったら、あれ、じゃあ俺、ドゼクシーにしようかな、俺。ドゼクシー、ドゼクシー、結婚する、結婚、ドゼクシー、結婚営業、ドゼクシー持ったら、俺に何を言ったら、俺に何を言ったら、無毛地帯だよって言ったら、私のデルタゾーン、無毛地帯。そうしたらね、誰かが何かしてくる。頼むぜ。頼むぜ。頼むぜ。どうせ。そう、俺にドセクシーって言っても、はぁって言うから、多分。はぁって。ふざけんなよって。何がドセクシーじゃん。そうだね。うん。あ、ほらさ、俺らには持ってないじゃん、あいつの色気は。持ってない。あれは、だって俺ら色気ないじゃん。暑苦しいだけじゃん。まあ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 、特にお前な、楽しいよ。うん、お前アセクシー、アセクシー、アセクシー、回収みたいな、やばいよ、アセクシー、アセクシーで何、何、なんだろうね、俺は多分なんもない。逆にそれもそれなんだろうね、俺なんもない、なんだろうね、お前はなんだろうな、こうなんかそのコリアンをどうやっていじれるか考えないといけない。キムチ、キムチ、だってキナムル、ちょっとみんな考えて、こいつは何くし、何くし、これ何くし、ね、何くし、探して探して、うん、何くしだろうね、俺も何、何くし、何くし、何くし、俺もあ、とか何くし、アセクシーはいるわけだから、アセクシー、ロリクシー、ロリクシー、ロリクシー、何、じゃあ何、今夜のラブレスはロリクシー、ロリクシー、なんかちょっとおかしい気がするんだよね。なんかあんまりにもなんかすごいことになってるね、すごい、うん、なんかそれはちょっとなんかいろいろと考えさせられるところがあるよね、うん、うん、難しいね、難しいでしょ。うん、18歳未満はね、入店可能でございません。バカじゃないの、本当に。何を考えてんねん。はい、というわけで、はい、はい、何を考えてんねん、何を考えてんねんって。あ、俺左利きや。
ねえ、はい、ねえ、素晴らしいね。はい、ロリクシー、じゃあ俺はロリクシーね。じゃあ こいつを探して、こいつをこいつの何かこの何クシーを探して、何クシー、何クシー、何クシー、ミルク、ミルクシー、ミルクシー、ミルクシー、何ミルクシー、ミクシー、星クシー、なんだろうな、何があるかな、タンクシー、タンクシーはなんか、タンクシー、タンクシーをなんか いじりないね、いじれないね、うん、面白くないね、なんかない、なんかないコリクシー、いいね、コリクシー、コリクシー、コリクシー、うん、コリクシー面白い、コリクシー、コリクシーもアセクシーが一番面白いんだよ、うん、アセクシー最初の出したのかな、なんか嬉しくない、もうお前の CM 動画はあの今夜のラブレスはアセクシーで超汗だくなんで、シュ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 してから滴るぐらいの、うん、やだわ、臭いからクセクシーってなんか俺ちょっとひどいよね。まあ韓国臭いってことね。ああ韓国臭い。キムチかな。うん、キムチかな。キムチかな。タムルかな。キムツイだから。キムツイ。キムツイだね。キムツイのアセクスイだから。アセクスイ。アセクスイ。アセクスイやなみたいな。アセクスイ。まあね。うん。あれ。まあ、いつもこうやって2部はこういう感じでね、やっておりますからね、皆さんどうぞぜひぜひ遊びに来てください。でも楽しいんでね、こんなにも笑うかってぐらい笑わせてあげるよ、本当に。大体ね、大体の人間はね、大体みんな泣いて帰ってくる。うん、腹かいて、腹かいて泣いて帰ってくから本当に。うん、本当楽しい、楽しい、うん、楽しいね。うん、え、楽しくないの最近の俺だってハマりはメンさんの接客を見ること。何それ。横でずっとこうやって見てたら超面白いからね。あああれね。変わるときね、変わるときね。そうだ。なんだよ、なんなんこれ。お前なんかドラム缶となんかしてるみたいになってるよ。ドラム缶だよ。あれが楽しい。楽しそうだけど疲れそう。いやもう朝から疲れないよ。もう爽快気分本当に、うん、汗めっちゃかくと思うよ。アセクシーになる。アセクシー、君もアセクシー。君もアセクシーよ、君もアセクシー。自分の仕事しようや。あ、俺はそんな、ね、どういうこと。俺はあんな、うん、みたいな、ないですよ。うん、うん、うん、俺もずっと、そうだねっつって。え、俺はそんなにこんな、あってなってる。いや、なんかね、窮地に立たされたらすごいよ。窮地？お前、ピンチ早いよね。いや、いつも窮地だから分かんないですよ。ピンチ早いよね、ピンチの状況。カラータイムなんですごい早い。もうおしぼりの時点でピコーン、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 もうすでにピンチだもんね、なんか。ピンチだね。ご案内、エスコートの時点でピンチだもんね。どうぞ。いや、あれなんか緊張しません？初対面の人って緊張するんですよ。そう？うん、緊張する。でも楽しくてしょうがないけど、俺らは楽しい、うん、どうやって調理してやろうと思うの、うん、俺らは楽しい。いや自分は楽しいっす。楽しいけどなんか最初のなんか緊張が半端ないっす。だってなんかね、あれよね、いつもね、なんか お客様来られてんねって言ったらなんかいらっしゃいませとか言うてて、で聞かせたらなんか奥からさ、奥からおはようございますって聞こえる絶対。おはよう。一発目タクついて初回ついた瞬間、おはようございまーすとか言って聞こえる。でその後すごいね、シーンシーン。それ以上のトーンでやってたら困るでしょ。うん、絶対に、うん、で必ずね、3分にしよう、飲もうよとか。飲んじゃいなよ、飲んじゃいなよ、飲んじゃいなよ、うん、そんな言ってないよ。ダメだよ、ダメだよそれじゃあみたいな。飲んじゃいなよみたいな。飲もうよーみたいな。飲もうかーって。うん、えって聞いてる。えとか言って、なんかうん、おはめんでこうだ、おはめんでとか言ったら、確かに最初の一発目入ったの静かですね。なんか違う、なんかあの結構フライが多いのよ、フライが。ああ、ふわーんって言っちゃった、ね、全部フライが多いのよ。うん、打ち上げタイプなんですか。うん、相手に、はい、通ってない、繋ごうと思わないフライが多い。あ、とりあえず避けとけばいいみたいな感じ。うん、ちょいちょい、確かに元気だね、大事だから、うん、そういうのちょいちょい聞こえてくる。うん、うん、なんか俺それ見ては面白いなと思って。そうそうそう、うん、あいつも、うん、どんどん経験していくんだなとか思って、こうやって親目線、うん、親目線で見てるけど、まあ親ですけどね。うん、まあ夜ならいいけど朝だとイラッとしそう。ね、それはね、多分来たら分かる。イラつきも消えると思う、うん、なんだろうね、もうあっ。やっぱいろんな面で噛み砕いて見てみたくなる親心ね、やっぱ、うん、
もうすんごいやっぱ俺たち多分怒らしたことないよね、お客さん。うん、ないね。ないない、まだ未だに一度勝つってないの、はい、あの怒らしたことはないけど、切れそうになったことの方が多い。切れそうになることはある、うん、こっちが切れそうになったことの方が多々ある。うん、もうこっちが、こっちが、こっちがね、うん、もう本当にここまで一回出たことある。うん、うん、切れそうになったことあるね、はい、はい、そこね、あるよね。うん、でもなんだろうね、怒らせたことはないね。ない、ない、ないな。うん、記憶にございません。なんか、リキ、なんか、なんかもうなんやかんやで、なんやかんやでね、結局まとまって帰っていく。うん、なんかね、楽しんで帰ってくる。うん、楽しんでるのか楽しんでるふりしてるのか、でも楽しんでるふりするのもよくわかんないしな。酔ってるから覚えてない。酔ってどうなんだ。なんだろうね、大体、まあ酔ってる、もうスタンスはもうすでに酔ってる状態からのスタートだから、きますもんね。その時に俺たちはドシラフなわけだよ。だから、やっぱ度が過ぎる何かこう、パフォーマンスをしろとかっていうのはやっぱ言われたりとかするんだ。例えばね、脱げよとか、うん、まあそういうのはしないんだけど、もちろん、うん、そういうのがやっぱね、でもなんかこううまくこうさ、うわーだんだんね、脱ぐわけねえだろって言ったら、脱ぐわけ、脱ぐわけねえだろって言って、なんなんねえなんねえなんなんって言って、まあうまくね、こう、こうなんかね、うまくね、こうなんか例えばね、適当にやるけど、脱ぐのがつぶやすくはない。いや、全然全然、まあちなみにね、なんだかんだね、12時ぐらいまでやってるのかな、お店ね。そうですね、なんだかんだ、なんとなく、なんとなく12時ぐらい12時ぐらいまでね、こうやってのんびりね、シャーシャーとやってるんですけども、もう終わった瞬間俺らもうあれだもんね、寝ちゃうもんね、うん、寝ちゃう。お店でぐっすみんです。ワン休憩ね、入りますか。うん、家なかなか帰れないってね。あんま家いないよね、あんま俺ら。うん、もう風呂に入って着替えて、でちょっと仮眠取るぐらいの感覚。そうそうそう、ずっと店にいるんで。一部のメンバーに迷惑かからない程度に。そうそうですね、いるね。うん、うん、うん、なんかすごいね。一部の時間帯何してんの。そりゃやっぱ一人で。うん、うん、無毛地帯を探しに行ってる。無毛地帯、無毛地帯。俺は大久保で散歩してる。やってたよ。お前は。え、自分ですか。え、いや、そこら辺で寝てる。うん、はい、ありがとうございました。ということでね、皆さん、というわけで突然でしたけど、また来週また俺らがあるかな、どうかな、楽しみにしててください。ではさようなら。うわうまい、ありがとう。ちゃんと歯磨けよ。その池ビクビクしてては掴めないような心、歯食いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持て、女子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この国を背負う侍たちよ。